アルタモント通勤急行はアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンノゼとストックトンの86マイル間を約2時間20分ほどで結ぶ通勤列車である。1998年に開業した。鉄道路線はユニオンパシフィック鉄道が所有している。駅数は全部で10ある。2012年までサンタクララ駅はユニオンパシフィックが作業用に利用しており、一時的に 旅客駅としては利用できないようになっていた。それに応じて、アルタモント急行は一時的に、シャトルバスを運行していた。通勤利用客は、カルトレインを利用して、サンノゼとサンタクララ間を無料で利用することができた。2006年現在、アルタモント急行は2路線の拡大工事をしており、開通すれば、が利用できるようになる。2012年12月、ブランド名を、 アルティマントコミューターエクスプレスからアルティマントコリドールエクスプレスに変更した。2018年アルタモント通勤急行を運営しているサンホアキンリージョナルコミッションはシーメンス社のシーメンスチャージャーを4機導入する契約を結んだ。第1号機は2019年12月に完成する予定となっている。ありがとうございます。